戦国武将紀行石牧康隆、この方はですね、北条の、重臣でですね、特に氏康公と、氏政氏直と、後半の3代に、仕えた武将でですね、江戸時代は徳川家の、旗本になったということで、この周辺の中田村を、所領があったと。80歳で亡くなっているとかなり高齢の方ですけども、1613年まで生きたということで、その子孫もですね、いらっしゃるという形でですけども、石牧っていうとどうなったかなって思う方もいるかもしれませんけど、当時ですね、その北条氏が小田原に来る前にですね、伊勢シンクロに従っていた武将の一人になります。ですから御有志家とか言いますけども、その家の方がちょっと目立ってしまって、他にも多くの家臣がいたんですけど、この石牧をはじめですね、この方は祖先が確か三河ですかね、あっちの方だったと思うんですけど、伊勢にいた時あたりですよね、伊勢シンクロ、足利義満に従ってですね、伊勢の方にいた時にですね、それ以降、京都と駿河を往復してましたけど、その間にですね従ったという、北条家の中ではですね、最古参の武将という方になりますよね。でこちらがその、最後亡くなった後のお墓になります。一応帽子の方が建っていて、昭和に建てられた帽子ですね。周りはここ本当住宅街なので、この場所がどうこうっていうことでもないんですけど、史跡も指定されてますし、こちらの墓地ということでですね、これ昭和に建てられたんですけども、これがですね、そのお墓になりますよね。石牧氏はですね、親も子もですね、北条一筋ですので、シンクロ以来、ほぼ、江戸時代はですね、関東に入った家康公に従いましたけど、北条氏がですね、5代約100年の間、小田原で滅びるまでですね、ほぼ従っていたという方になります。でこの方はですね、ちょっと年代がちょっとはっきりしない、ところも一部あるんですけども、基本的にですね、康隆公という方、になります。この方のですねお名前よりも、その兄のです、兄弟ですよね、父がですね石牧英貞っていう方ですけど、ですね、従っていたんですけども、板部岡、公節祭、という、有名な方がいるんですけど、その方の養父になる板部岡康勝という方が、この康隆公のですね兄になりますよね。ですから、ちょっと分かりにくいんですけども、いずれにしてもですね北条氏との関わりが非常に強くですね、伊勢シンクロ総本校時代からですね従っていた武将たちと同じくですね、この康隆公の康、兄弟とかいますけども、その方たちの康というのはもちろん北条氏康の康をいただいてますから、特に重臣中の重臣ということでですね、祖父の代から仕えていた、譜代中の譜代という形になりますよね。だから小田原の表情にも参加していたようですけども、最後までですね、主家を守るという立場にはいたんですけど、小田原会場ということでですね、そのまま徳川氏に従ったと、そういう家柄になりますよね。どうしてもねドラマなんかだと出てくる機会がほとんどないですから、というか名前もほとんど出てこないですよね。唯一最近ですと真田丸ですか、板部岡公節祭、有名な俳優さんが出ましたのでかなり注目はされたんですけども、その養父になるという方が、兄にいるわけですけども、その辺ですかね。ちょっと有名でないんで具体的な戦歴とか言うと細かいところになってしまうんですけども、いずれにしてもこの、相模武蔵、北条氏の戦にはほとんど転戦、従ってますので、そういった活躍が見られるという形になりますよね。最古参の武将と言いましたけども、家と言いましたけども、僧に従ってた武士はかなりいましたので、意外と知られてない名前の方も結構多いですよね。北条氏、伊勢シンクロ北条早雲以来ですね、北条氏5代にわたって仕えた、石牧家の、最後の方の当主になりますけども、石牧康隆公のお墓でした。